毎日24時間常に監視されている生活を想像してみてください。自身の信仰や本当の自分を隠し、家族が分断され収容所で拘束されるのを恐れながら暮らすのです。中国の新疆ウイグル自治区に住む何百万人ものウイグル人やイスラム教徒の少数民族にとってはこれが現実なのです。中国共産党はウイグル人をこのような収容所で拘束しています。固く閉ざされた収容所の壁の内側では収容者は服従させられ、再教育され、信仰の自由を否定されています。ウイグル人は中国共産党への忠誠を強要され、信仰を放棄し個性を捨て彼らを拘束している党を賛美するよう強いられます。それを実際に経験した人々は強制労働や身体的もしくは性的暴行、さらには強制的な不妊手術までも行われたという恐ろしい話を詳細に説明しています。このような虐待は中国が1948年に署名した世界人権宣言だけではなく、自国の憲法にも違反しています。こういった収容所は中国が責任を問われるまで拡大し続けるでしょう。米国政府は人権擁護を主張し、法的措置と制裁を通じ組織的な人権侵害に対応しています。中国の要人は制裁を受け、強制労働によって作られた製品はブロックされ、中国で製品を作る企業はウイグル人虐待への資金提供をやめるよう警告されています。米国の連邦議会はこのほどウイグル人権政策法を可決し、中国共産党による全ての人権侵害を文書化するよう米国政府に求めています。今年の世界人権デーにあたり、人権の保護は根本的に重要であり、全ての国が人権への義務と約束を尊重しなければならないことを思い起こそうではありませんか。